現場には絶対慣れないで自分を常に追い込むというか、とは全然違うから、まあね、難しいですね。すっごい難しいです。じゃじゃん。別に大学行きたいとも思わないし、やっぱ俺には無理っしょ。あなたは人間のキス生きてる資格ない。あなた見ててイライラするの。あの人何でも決めつけんだ。一生貧乏のままでいいのかとか。次のステージになったらすごいでしょ。あ、すごい。はい、オッケー、チェック。あんまり写真とかで苦手なんで、ね、コメントとかもすごい苦手なんですよ。だからできることはこれしかない。はい、では本番参ります。本番ステップに上がるときに、僕何回もよしっておっしゃってたんですよ。あれ、そんなことやってました。よし、ありがとうございます。あー、よし。マジっすか。慣れるのが早い方だと思うんですよ、僕。今回も本当に出てる方たちが有名な方たちなので、本当に足をとにかく引っ張らないように不安はいっぱいですけど、あ、このくらいかとかってなんか見切りをつけちゃうところがありがちなんですよね。なんかもうこれだけやったからもうこれでいいんだとか、それを自分で分かっているから、あの逆に本当に何て言うんですか、自分を常に追い込むというか。よし、よし、よし、さあ頑張ろう。スタッフさんとかでももちろん親しき中にも礼儀は絶対なければいけないので、作品に対しても本当に同じで、自分の演じる役に対してもそうだと思うんで、そこは常々ちょっと忘れないで、はい、慣れずにね。どんな俳優、なんかその僕を見てほしいとかじゃなくて、やっぱその作品全体の一部になれる子の方が幸せだから、なんかそういう風に溶け込めるようになれたらなってすごい思っているんで、人に貢献できる役者になれたらなと思います。はい、何を考えてなさそうなんですけど、そういうのが言えるかな。こんにちは、久保田雅隆です。これからも、夢に向かって、良き俳優になれるように頑張りますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。